19年の教員人生を辞め、教育を変える熱い思いを政治へ、長崎県第2区国政改革委員高木さと子です。皆さんこんにちは。長崎2区国政改革委員の高木さと子です。私は19年間小学校の教員として勤めてまいりました。この社会問題で不登校問題が挙げられる中、私の息子も学校に行きづらくなり、毎晩毎晩泣きながら辛い日々を過ごしてきました。しまいには俺はいなくていいんだと言いました。人は幸せになるために生きているのです。子供たちが幸せであるために私たちがすべきことがあります。私はフリースクールを立ち上げました。辛い日々を過ごしてきた親子がどん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 笑顔になるんです。そして幸せになったら今度は誰かを助けようとするんです。つまり幸せであることがどれだけ大事かを私たちは考えなければならないんです。子どもたちが幸せであるために子どもたちに合わせた教育が必要です。子どもたちが幸せであるために、子どもたちが幸せはどんな風にしたらいいのか学校教育で学ぶ必要があるのです。幸せを目指せば誰もが助け合い、お互いに感謝するようになる。この国に必要なものは一人一人のことを思い、一人一人の幸せのために支え合おうとする心じゃないのでしょうか。そしてもう一つ大事なことがあります。私たち人間は自然の恩恵を受けて生きています。この日本ではとても災害が多いです。災害のためにこれからの未来に向けて私たちは備えをする必要があります。今ある自然を守りながら私たちは食料を確保する必要があります。私たちはこの国を、そしてこの日本中の皆さんを家族だと思っています。日本の家に住む、共に生きる家族です。ここにいらっしゃる皆さん一人一人が私たちの家族です。参政党はこの家族を守りたいと言っているんです。この家族を幸せにしたいと言っているんです。私たちは皆さんが幸せであることが私たちの幸せなんです。だから皆さん一緒に幸せになるために行動を起こしましょう。そして幸せであふれたこの日本を作りましょう。ありがとうございます。高木さと子でした。